はいどうも、カッパ園長です。さてと、じゃあ、そうだな、いくつかあるんですけどもね、まずこの林大臣がね、このゼレンスキー、大統領、演説中に居眠りしてたんじゃねえかっていう話が出てきて。なんかね、まあ、あくびしてたっていう、なんか解釈もあるし、いや、寝てただろ、こいつっていうのもあるし。あとはまあ、あと、鳩山由紀夫さんとかもね、なんかこう、ゼレンスキー大統領に、ね、なんで外交努力をもっとしなかったんだって、なんか上から目線で偉そうに説教垂れ始めたりとかね。あとなんだろうな、なんだかわかんないですけど、この、これ以前僕動画で取り上げたっけな。あの、海洋のこのね、あの、鳥越さん、ね、あの人は、そもそも演説すること自体に、鳥越俊太郎さんね、は反対していたと思うし、あと立憲の泉さんもそうだったかな。泉代表も、まあ反対意見。なんか途中でなんかちょっとマイルドにトーンダウンしてたと思うんですけども。だったりとか、あとなんかこう、令和ね。もう一個のチャンネルの方でもこの令和新選組のね、なんか、あ、やっぱりなんか、とある半島のあの国の人たちと正体一緒なんだ、みたいな。って話をさせていただきましたが、この令和新選組の、田谷さんっていうこの衆議院議員の方、ね、いらっしゃいましたよね。この人は、あの仕事サボって、とっとと帰って飯食ってましたね。でしかもこの令和信者、ね、まあ信者ですから当然そういうリアクションになると思うんですけども、ね、ぜひそうしてください。そうしました。ね、さすがですみたいな感じでね。要はゼレンスキー大統領演説、拝聴、ボイコットですかね。ね、例えば、なんかこう、当然ですね。日本政府がね、衛星情報をゼレンスキーに渡そうとしているなら、絶対にそれは止めてください。絶対にです。とか。これはちょっと僕もなんか、本当にそれでいいのかなっていうのがありましたし、今もなんか引っかかる部分がないわけではないんですけども。あとなんか国会は3密ですよ。あの、ほら、みんなで集まって、ね、モニターに映るゼレンスキー大統領の演説を見ているあの様子、あれを、ね、学生たちが見たらなんで卒業式は中止なんだ、納得できないでしょうみたいな。何でもいいからなんか批判したいみたいな。で、まあ退席当然です、ね、それが正しいです。いや、だって仕事サボってんですよ、だって。それが正しいって、まあ令和らしいっちゃ令和らしいと思いますけど、いや、だって普通に仕事放棄でしょ、これね。むしろさ、ね、お得意のパフォーマンスでもやるのかなって、ちょっとそっちで期待してたのに。まあ、なんか、令和信者、ね、まあ、その集団、ね、なんかこう、山本さんと、のその愉快な仲間たちと、その信者だけじゃないですかね。帰宅したことを賛美してるのはね。だから、こういう人たちももう完全に日本の敵だと僕は思ってますんで。で、ここで、今度、メディアですかね。朝日とか、毎日とか。朝日新聞は、なんか事前にね、日本政府側が、NG ワードをね、設定して、ウクライナ側になんか、これだけは言わないでくれ、使わないでくれって言っていたって。これがどうやらなんか真珠湾攻撃には触れないでほしいみたいな。なんかそういう注文をウクライナ側に日本政府が入れていたっていう。そんなことを言ってみたりとか。あと、毎日新聞は、なんだろうな。最大の国ロシアが戦争を起こしたが、その影響能力の面では大きくない、道徳の面では最小の国だと民間人への攻撃を非難した。この部分をなんかどういう意図でなんかこう毎日新聞が強調しているのか。ね、これがなんかちょっとあのもやっとした感じではありますけども、まあ毎日新聞はそんなことをね強調してみてくれたりとか、まあ基本的にこの反日勢ですかね。日本がなんか普通の国になってほしくないとか、日本が国際社会で評価されるの面白くないとか、まあ日本社会が混乱すればするほど喜ぶ連中ってやっぱりいるじゃないですか。ね、各業界、各界隈に一定数必ずいますよね。だからその人たちは何期待してたかっていうと、いや、このゼレンスキー大統領に、まあ日本をこう、なんだろうな、このドイツとかスイスとかでやったような、このボロクソにこの批判してほしいと。日本叩いてくれと。で、ついでに安倍も叩いてくれと。そういうことを言ってたわけですよ。でも現実はね、日本ありがとう。でしたよね。で、締めの文句はウクライナと日本に栄光あれだったじゃないですか。だからもうこのパヨク連中、反日勢にとっては、まあ面白くない内容だったわけですよね。で、そこで出てくるのがね、はししたと書いて、ね、この橋本徹さんですけども、すごいんですよ。
ね、見ましたかね、まあ、とあるある番組での話なんですけど、まあ、その前にまず今度ツイッターからいきましょうか。ウクライナと連帯するという言葉はいらない、具体的に何をするかだって言ってるんですけど、あれこの方は具体的に何をおっしゃりたいんですかって桜井先生にツッコミ入れられて黙ってませんでしたっけ、ね、まあ、ウクライナの大統領が国会演説すると、ね、でこの岸田総理、ね、G7 首脳会議に出発したと、でこのゼレンスキー大統領の言葉に感動したと、まるで演劇鑑賞でもするかのような感覚で拍手喝采に終わるのではないかと、これもだからあの演説の前のツイートなんですよね。心配だと、そういう専門家もとても重い、多いと、ウクライナと連帯するという言葉などいらない、具体的に何をするかだって言ってるんですけど無駄に上から目線で偉そうですよね、うん、だって橋本さんがそもそも具体的にね、政治的妥結妥協ね、うん、はっきりとさ、ね、ウクライナの全面降伏でそれでこの停戦するしかないってね、言ってたじゃないですか。でもそれ言わなくなったじゃないですか。具体的に何をどうする、妥結とは何を言いたいんですかってね、問われてなんかこうね、うん、答えられなくて目くばせして MC に次進めろって言ってたのは橋本さんじゃないですかね、うん、でね、今回のこの橋本さんにびっくりなところは、まあでも橋本さんはこういう感じかな、うん、日本はウクライナの皆さん、ゼレンスキー大統領にごめんなさいと言うべきって言っちゃうんですよ。これなんだろう、富士の番組での目覚ましかな、富士の番組でのね、話らしいんですけども、すごくないですかね、この演説を聞いて、これがね、あのゼレンスキー大統領の演説後、だから今日の朝の番組の中での話かな、この演説を聞いて感動したとかね、感銘受けたとかね、今はそういう段階じゃない、毎日一般市民が亡くなってるんだ、ウクライナの方が亡くなってることを橋本さんもご存知で心を痛めてるらしいですよ。おんや我々に何ができるのか、国会議員があれだけ拍手しながら水産物やエネルギーのロシアとの取引は継続、まずウクライナの皆さん、ゼレンスキー大統領にごめんなさいと言うべきだって言ってるんですよね。お前が言うなよ。え、橋本さんついこの間なんて言ってましたっけ、ウクライナのゼレンスキー大統領、ゼレンスキー政権に、ね、つい昨日とかも言ってませんでしたっけ、ねえ、とっとと降伏しろよって、え、国民に、ね、戦闘を敷いて、ね、とっとと降伏させない、降伏する権利を奪っているゼレンスキー政権は、ね、なんだっけ、戦争指導者、うん、みたいなこと言ってませんでしたっけ、ね、批判してましたよね。ウクライナ国民、一般ウクライナ国民の命を日々奪ってるのはゼレンスキー大統領、お前だぐらいのこと言ってませんでしたっけ、言ってたよね。それでこのセリフですよ。すごくないですかね最近じゃ1、2を争うぐらいのね、すがすがしいぐらいのお前言うですよね。え、降伏しないを、ね、ゼレンスキーが悪いって言ってたの橋本さんですよねもうね、笑っちゃいますよね、ここまで来るとね。何言ってんですかね、意味わかんないですよね。うん。え、それを言うんだったら、その言う相手はさ、ね、中国じゃないんですか。あるいはついこの間のなんか、インドのモディ首相とかでもいいと思いますけど。いや、ちょ、待てよと。最初にまず謝るのは、お前だろ。ゼレンスキー大統領とウクライナの人たちに降伏しろって言ってたじゃん。橋本さんが言ってましたよね。うん。いや、あなたが謝りましょうよ、まず。ね、代わりに謝っておいてくださいよ。いや、僕は代わりに謝ろうかな。うん。僕もちょっとゼレンスキー大統領になんかこう、どうせ荒れるような日本にもこうギャーギャー言ってくるんじゃないのかな。ね、ずうずうしい要求してくるんじゃないのかな。まあ別にそれならそれでいいですけどね。そうなった時には、とかってちょっとね、なんかこう、なんだ、うがったというか、なんかちょっとそういう見方をしちゃったんで、ね、その点について僕もね、ちょっとなんか浅はかだったと、ね、うん、謝らせていただきましょうか。橋本さんの代わりではないですけど、どうもすいませんでした。それにしてもね、橋本さんのこれはないですよね、さすがにね。うん。いや。もう、なんだろう、これなんだろう、張りすぎてさ、張って張り倒して、もう何言ってんだか、本人もよく分かってないのかな。もう、本当にとある半島のあの国の人と全く一緒ですよね。つい昨日、てか、つい数時間前と、平気でこの言うことを、もう、全く違うことを平気で言っちゃうんですよ。
ね、独り言とかさ、NS でこの SNS とかでなんかこうね、つぶやいた、ね、それがなんか昨日と書いてること違うとかだったらね、まあ、それでもおかしいですけど、テレビでこれ言っちゃうんだもん。しかも同じ番組でしょ、これ。多分この番組でもさ、富士の番同じ番組でもなんかもうほんとコロッコロクルックル言ってること変わってこれ番組 MC とか共演する人もなんかもうどうしていいかっていうか、そういう人はそういうそういうの込みで、ね、だからよくこうメディアもこう採用し続けますよね。うん、まあでもこの炎上する方向でね、数字取れる人なのかな、だから客呼べる人扱いにはなってんのかな、この人はこの人でね。うん、どうします、日本国民、お前らが謝れって言われちゃいましたよ、我々が。ウクライナのゼレンスキー大統領に。お前ら謝れよって言われちゃいましたよ。うん。それはなんか根っこいてた林さんは謝ってもらってもいいと思いますけどね。いやー、一応ね、僕のなんかちょっとね、勢いづいちゃって、つい感情的にね、うん、なんかこう言っちゃった点については、ちょっと謝罪させていただきましたけども。橋本さんには言われたくないけどな。まず橋本さんが謝ってくださいよ、それ言うんだったらね。うん。って思いません？ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。